続きましては、テックスターズとジェトロが主催いたしましたアクセラレーションプログラムにご参加いただいた日本のスタートアップ2社にご登壇いただきます。株式会社ウォーターデザインジャパンの伊藤夏美さん、株式会社京都メディテーションセンター佐々木大輔さんです。モデレーターはジェトロの樽谷が務めます。それでは皆様、どうぞお楽しみください。伊藤さん、佐々木さん、ありがとうございます。本日は。聞こえてますでしょうか？大丈夫ですか？はい、聞こえてます。それでは、最初の質問から入りたいと思います。最初にですね、ビジネスの概要をちょっとお二人からお伺いしたいと思います。スタートアップっぽくですね、まずどんな課題を解決しているかというところと、その課題についてどのような解決を取っているかっていうのを、この2つをお伺いしたいと思います。それでは、ウォーターデザインジャパンの伊藤さんからお願いできますでしょうか？はい。ありがとうございます。本日、私たちは水の泡の技術を提供している、スタートアップです。で、日常で例えばキッチンシンクの排水口とかバスルームの、排水口とか髪の毛が詰まってヌメヌメしたりとかいった汚い場所って必ず起こると思うんですけど、ああいう水回りの汚れっていうのはいわゆる、バイオフィルムと呼ばれる菌の集合体がくっつくことによって発生する汚れなんですけれども、大体基本的に化学薬品っていうソリューションしか現状ないです。なのでそういった部分で化学薬品を使ってパイプにしたとか高圧洗浄とかそういった形で洗浄しているんですけれども、私たちはそのバイオフィルムに有効な小さい泡を発生するジェネレーターを提供していて、今、日本の国内ですとハウスメーカーさんだったりとか建築、そういった建物関連とか、あとはメディカルデバイスの洗浄とかそういったところで全国7000か所以上に導入がされている商品を今展開しています。ありがとうございます。全国7000か所ですか？すごいですね。続きまして、京都メディメディテーションセンターの佐々木さんからお願いできますか？はい、ありがとうございます。私たちはオンサイトとアプリ、デジタルの両方でメディテーションというサービスを提供しております。日常生活の中で仕事やプライベートの中でいろいろ発生するメンタルマネジメントの課題というものを解決しようとしております。その手法としまして、私ども京都に、事業所を置いておりまして、700年の歴史のある禅寺というところの監修を受けまして、京都で長く蓄積されてきた、座禅ですとかお茶を飲むとかいろいろな人間の五感というものをうまく使って短時間で気持ちをリフレッシュして、人々の課題を解決するというようなことをいたしております。ありがとうございます。続きまして、ジェシカ、next slide。それでは次の質問に移りたいと思います。今回佐々木さんにしても伊藤さんも、ジェトロとテックスターズが行ったですね、共同のプログラムにご参加いたしました。これオンラインのプログラムで、去年度2021年度行いましたと。このプログラムに参加してみた感想をお伺いしたいんですけど、まず、どうしてこのプログラムに参加したのかというところですね。このプログラムで最も効果的だったところ、最も価値があったところと思うところはどんなところでしょうかというのを、まず佐々木さんの方にお伺いしたいと思います。はい。私どもスタートアップですので、やっぱりどうしてもその視点が小さいというかリソースが少ないので、日々の業務に追われてまして、もっとグローバルな視点から見て自分たちのその強みとか特徴っていうのがどういうのがあるのかなっていうのを知りたくてこのプログラムに参加しました。コーファウンダーのものがアメリカのシリコンバレーで働いてるんですけれども、テックスターズさんっていうのは非常に高名なアクセラレーターでいらっしゃるので、こういうのに参加させてもらえるんだったらぜひ参加した方がいいということで参加いたしました。でこのプログラムではコネクションっていうのがよく皆さんおっしゃってたんですけれども、世界中のいろんなメンターの方とか他のファウンダーの人たちといろいろな交流を持てまして、皆さんすごい熱心で献身的に支えてくださって、こんないいのはタダで受けれるって大変感謝しております。大変だったのはやっぱりその英語で全部何もかもやらないといけなかったっていうのがまあ割と大変ではありました。でまあそういったもろもろのこのプログラムを通じて自分たちが持っているコネクションとか強みっていうのが、まあ、外部の特にグローバルな視点から見たらこういうふうな特徴があってこういう部分を例えば他の企業とタイアップして補っていったらさらに成長できるみたいなそういう可能性っていうものが実は自分では気づかないけどたくさんあるんだなということが学べたと思います。ありがとうございます。やはりこのネットワークの部分とやっぱ視座を高くするそういったところが非常に重要だったということですね。それでは続きまして伊藤さんにもお伺いしたいと思うんですけど伊藤さんはこのテクサス以外にもいろんなアクセラレーションプログラムを受けているとお伺いしております。その中で、まあ、なぜこのプログラムをまた受けようと思ったのかというところとこのプログラムで、どれぐらい、どういったところが一番効果的だったかということをちょっとご感想いただければと思います。はい、今までまあそのいわゆる他の VC さんとかがやってるようなアクセラだったりとか、まあ、CVC のまあ企業のアクセラに選んでいただいたりっていうのでいろんな経験しているんですけど、すごい一番今回参加してまあ、プログラムの形態として根本的にすごい違うなっていうのがそのファウンダーの、まあ、ギブファーストっていうコンセプトをいろいろ話してたと思うんですけど、そのまあ何ですかそれが一番にあるのでそのネットワーキングっていうのがやっぱり一番ウエイトとして多かったのが良かったと思います。他のまあアクセラでいわゆるあるのがまあ大企業とスタートアップのマッチングでまあスピードデーティングっていう形でその後はあんまりまあ POC になるもしくはまあその後なって関係性としてあんまりそこの場所だけで終わりっていう感じがやっぱり多かったんですけどやっぱり他のファウンダーとつながることによって全然違う授業やってる方と、まあ、情報交換だったりとかネットワーキングっていうのはすごい良かったなと思いますし、あとまあ今まあ、全部が基本的にオンラインになっていて、まあ、あんまり日本から出るっていうこともあんまりないとは思うんですけど、プログラム全体自体が、まあ、本当にグローバルのいろんな視点の、まあ、方メンターだったりとかマスタークラスっていうそういうなんかいろんな方が出てきて喋ってくれるっていうのがあったんですけど、まあ、そういった部分で日本以外のまあ全然違うパースペクティブだったりっていうのが得られたっていうのはすごい違ったなと思います。なのでまあスタートアップだから、まあ、そういう支援を得たいからアクセラに何回も何回も出るっていうのはやっぱり違うかなと思う、まあ、結構コミットもしなきゃいけないので違うかなと思うんですけど、今回のプログラムっていうのはそのネットワーキングだったり横のつながりっていうのでまあ、リレーションシップを構築していくっていう部分においてはすごく良かったなと思ってます。ありがとうございます。お二人ともですね、起業家のネットワークとかそのメンターのネットワーク、やっぱり国際的なメンターとか国際的な起業家とのコミュニケーションって非常に大切だと思うんですね。プロダクトマーケットフィットを磨いたりするそういうためには、一方でですねやはり企業さんが提供されているような、まあ、大企業さんとのコネクションであったりとか、例えば資金調達のためのベンチャーキャピタルとのコネクションだったりとか、まあ、そういったことも、まあ、もう一つ必要だとは思ってるんですけど、まあ、デモデーという形でですね、最後に、お二人にはプッチをしていただきましたけど、まあ、それも含めてですね、どんな、まあ、成果というかですね、どんなコンタクトがあったのかとか、コンタクトをされた方の、まあ、質とかですね、どういった国からのコンタクトが多かったのかとか、そういったことについて、お伺いできればと思いますし、もしそのコンタクト以外にですね、何か成果っていう言えるものがあるのであればですね、ぜひお教えいただきたいと思います。これは伊藤さんからまたお願いできますか。はい、わかりました。まあ、やっぱりそのテックスターっていうまあ、プログラム、まあ、名前自体が結構グローバルでは有名だと思うので、まあ、そのテックスターに、まあ、出たっていうので、まあ、そのメディアエクスポージャーっていう部分での信頼性だったりまあ、向こうから、まあ、問い合わせてくるっていうのはそのデモデーの後に結構増えましたと。国内は正直あんまりほぼなかったですけど、海外からの、まあ、特にまあ、見てるそのデモデー自体見てる方が、まあ、特に東南アジアとか、APEC が多かったと思うんですけど、そういったシンガポール、マレーシア、インド、インドネシアとか、そういうところとか、あとはアメリカももちろんありますし、カナダとか、そういう、英語圏の方で、今までも全然弊社の方には問い合わせっていうのは90カ国以上からもう7割ぐらいの問い合わせが海外なんですけども、結構よくわかんない人からの問い合わせっていうのが結構多かったんですけど、デモデーを出た後っていうのは結構それなりの、VC の方だったりとか、そういう、企業のリサーチとかをしているエンジニアの方が興味持つとか、大学でリサーチしているそういうラボにいる教授系の方だったりとか、その本当にこれから進めていけそうだなっていうコンタクトっていうのはわりかしすごく増えたなと感覚としてありました。ありがとうございます。コンタクトの質っていう形で大きく変わったということですね。佐々木さんはいかがでしょうか。成果っていうのは、これ参加させていただいて、自分たちの事業っていうのが、再定義っていうか違った視点から見ることができまして、今までオンサイトで大手旅行会社様とやってた事業があったんですけれども、このプログラムを経てデジタルな側面を加味したことで大手旅行会社様との関係性っていうのが一層改善しまして、それは参加させていただいて新しい気づきがあってすごい良かったなと思ってます。ありがとうございます。それでは次の質問に移りたいと思います。ジェシカ next slide please。今回企業の方が多く来られていると思います。特にですね、伊藤さんの方ですね、コーポレートの協業っていうのもかなり必要になってくると思うんです。いろんな形で、POC とか日本のコーポレートともやられてますし、海外とのコーポレートともやられてると思うんですけど、スタートアップから見てですね、コーポレートと協業する上で、大きな課題っていうのがあれば教えていただけますでしょうかというところとですね、あと、今回コーポレートの皆さんにですね、スタートアップと付き合うにはどうしたらいいかっていうのをですね、提案するとしたらどのようなことがありますか。はい、課題として挙げられるのは、他のプレゼンであったような、その決定権があるような方だったりとか、その本当にプレゼンをして進めていく上で最終的な判断がやっぱり先方の方でされないと、そこから進めないっていうので、そのスピード感だったりっていうのはやっぱりスタートアップで、お金たくさん持ってるわけじゃないので、やっぱりグロースしていかなきゃいけないっていうので、そのアクション、ネクストアクションっていうのが必ずないと進んでいけないと思うんだけど、そのネクストアクションをする決定権のある方っていうのがお話しする中で誰なのかっていうのが分かりにくかったりとかっていうのはするので、そういうスピード感っていうのはもっともっと加速したらすごくやりやすいなと思うのと、私たちは提供しているものが技術系のものではあるので、こういう可能性がありますよっていうご提案もするんですけど、その社内の方で実際にこういう課題があって、ここの部分で何か新しいものだったりっていう、なんですかね、イノベーションのクリエイティブのもうちょっとその他のボックスの外で考えられるような形で一緒にこっちに丸投げっていう形でじゃなくて、一緒にやっていくっていう形でできたらすごくいいなと思ってるんで、実際そういったパートナーシップコーポレートとの会社さんともやらせていただいてるんですけども、今までいろんな国内も国外の会社もいろいろやってはいるんですけれども、そういうのを思いました。ありがとうございます。そのコーポレートもスタートアップと一緒になって、コミットするような形で一緒に進んでいくっていう感じですかね。まさにギブファーストの精神で、ウォーターデザインのジャパンさんの商品をよく知って、自社の製品と同じように取り組んでいく、コミットして取り組んでいくって、そんなイメージでしょうかね。はい、ありがとうございます。これが最後の質問になりますが、もしよければ会場の方々からも質問ございましたらですね、ぜひいただければと思いますと。佐々木さんにご質問なんですけど、今後のですね、展望というか、佐々木さんの会社、今、まさに作られたばかりですね、海外にそのアプリをスケールしていきたいと考えてらっしゃるんですけど、今後の計画とか、そういったものがあればお聞かせください。はい、いろいろメンターの方からそのアプリっていうのは非常に競合が多いので、ちゃんとそのエビデンスっていうのがあった方がベターであるというふうにお伺いしまして、センシングデバイスの会社様、大企業、例えば、村田製作所さんですとか、本部論さんですとか、そういったところに今お声掛けしてまして、バイタルのデータっていうのをちゃんと取れるような形にして、そのアプリの効用を定量化、可視化できるようにして、それをもってアメリカ市場に、進出していければなというふうに考えております。ありがとうございます。伊藤さんはいかがですか？そうですね、今後においては、今もう国内の方で、パートナーシップっていうのがすごくたくさん、販売のほとんどは国内なんですけれども、今も問い合わせのもう半分以上が海外から来ていて、実際にそういった事例だったり、大学の研究所だったり、そういったところで使ってもらったりっていうので、種まきとかもういろいろやってるんですけれども、そういったニーズがあるところに対してちゃんと持っていけるような道筋を今立ててるところなので、そういった海外展開っていうのを積極的というか今計画しているので、年内にはそういう新しい製品展開っていうのをしていく予定です。ありがとうございます。最後にですね、質問いただきました、テックスターズのプログラムで、何か新しい提案をするとしたら、どんな提案がテックスターズにありますかという質問でございます。もしかす3ヶ月のアクセラレーションプログラムをやってみてですね、今回テックスターズと一緒にアクセラレーションプログラムをやられたいコーポレートの方も聞いていますので、そういった観点からですね、こういったプログラムがあればいいなとか、こういった工夫があればいいなとか、そういったものがあれば教えていただければと思います。伊藤さん、いかがでしょうか？そうですね、今もう最近コロナになってからもうほぼほぼ全部オンラインだと思うので、そろそろオフラインのそういう交流会じゃないですけど、そういう会があった方が絶対的に私このテックスターズで会ったファウンダーの方と実際オフラインでランチ行ったりとか、実際にお茶だったりっていうので会ってもっとなんかいろいろ情報交換したりっていうので、やっぱそのオフラインの方がオンラインよりやっぱりすごいいいなと思うので、そういうオフラインの会っていうのが増えたらいいなと思います。そうですね、実際に海外に行かれて会われたんですか、その方々に？いや、国内ですね。国内で国内にいらっしゃる他のファウンダーの方、2,3 人会いましたかね。そうですか。そういったファウンダー同士の横のつながりもすごくいいですよね、こういったプログラムに参加することですね。そうですね。それなんか事業だけじゃなくて、なんか個人的にどういう自己投資としてどんな勉強してるとか、どんな本読んでるとか、これやったあれやったとか、なんかそういうオンラインだとあんまり喋らないようなこと。そうですね。はい。佐々木さんはいかがですか？オンラインですけど、ぜひ喋っていただいて構わないので。そうですね。はい、私はテックスターズのプログラムすごい良かったなと思ってるんですけど、メンターやマスタークラスの方々っていうのはほぼほぼ全部外国人の方だったんですね。で、私のような駆け出しのスタートアップのものにしてみると、1割か2割ぐらいは日本人の先輩の話が聞きたかったかなっていうのもありまして、大企業とのその連携とかでうまくいった事例とか、そういったのもまた聞きたかったかなというふうに思います。ありがとうございます。それは私どもの問題で、今後、ジェトロとテックスターズが組むときはそういったのを入れていきたいと思います。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。伊藤夏美さん、佐々木大輔さん、ありがとうございました。